この動画では富山県にある三居村展望台を紹介します。想定以上の人だかりができる辺境にある展望台です。三居村とは広い部屋に屋敷が散らばっている村落のことを言います。砺波平野の三居村は全国屈指の規模で、その広さはなんと大阪市と同じぐらいです。標高450メートルほどに位置する展望広場からはそれらを一望できます。特に春先に見られる水を張った景色はこの上なく神秘的です。にしてもこんなに人がいるとは驚きました。穴場を見つけたと思い上がっていたのが恥ずかしいです。しかもガチ勢の方々はみんな高そうなカメラ、僕だけスマホ撮影なので二重で恥ずかしいです。一旦展望広場を離れ、三居村の展望台へと向かいます。 Google マップにおける展望広場が人気のスポット、展望台が人気のない方です。まして誰もいません。景色はこちら側も言葉が出ないほど綺麗ですが、展望広場の方が綺麗なのは間違いないと思います。展望広場へ戻ってくると人が倍ほどに増えていました。スーパームーンかと思いましたが、4日前のようです。目的が何かあるのか気になりましたが、コミュ障が発動したので無理でした。そこから1時間ほど経つと日が暮れてきました。星空を含めた夜景もかなり綺麗なのか、誰一人帰るどころか人は増え続け、最後は30人近くまでなっていました。景色は文句なく、これだけのために富山まで来たいと思います。さらに付近にも大巻温泉や五箇山があり超充実。最後に人混みができる理由が分かる人がいましたら教えてください。以上で紹介終わります。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければ他の動画もご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。